タレントの劇団一人と石井良二が MC を務めるカンテレフジテレビ系バラエティ、ザ・ワールド・ワイド・ショー世界の独女 SP が26日午後9時から放送。伊集院光、大久保佳代子、オアシズ、京本大賀、ストーンズ、柴大輔、モグライダー、野々村由紀子、八木里香子がパネラーとして参加する。昨年10月にカンテレ、関西ローカルで放送された第一弾では、 世界で起きていた桁違いの炎上騒動をテーマに敏腕リサーチャーたちが我が生涯最高のリサーチをプレゼン。今回の第2弾では世界の独女をテーマに独女たちが巻き起こした悪式事態を全国ネットでさらにパワーアップして紹介する。平成のよう新刊新刊させた独女界の女王、木島カナ彼女を良気性、巧妙度、演技力。 ミステリード、被害学の5つのカテゴリーに分け、その各項目を超えた世界の詐欺独女を紹介する。まず紹介するのは、木島を演技力で超える詐欺独女田舎のごく平凡な家庭で育ったこの独女は、とにかく田舎を出て有名になりたいと、ニューヨークへ渡りとんでもない行動に出る。それは、セレブ令レ状になりきり、 エリートたちを騙しまくって膨大なお金を得ること。なぜそんなにもお金が必要だったのか。彼女の目的を知った劇団一人は、騙された人がいるからこんなこと言っちゃいけないかもしれないけど、ドラマみたいでちょっとかっこよくも見えちゃう。絶対ダメだけど、何十人でやったりする詐欺を一人でやって、ここまで立ち振る舞ったのは、使い道を間違えてるけど、頭は相当切れる人だと思う。 と独女を貫き通す姿勢に圧倒された様子一人にここまで言わしめた独女の目的とは一体次に紹介するのは木島を「良規制」で超える詐欺独女一見普通の母親のような独女その正体は健康体の娘を重度の障害者だと18年にもわたって洗脳し続けた毒親だったなぜ我が子にそんなことをしたのか 彼女の目的とは一体、独女の衝撃の結末に、ヤギは、考えていたコメントがすべて吹き飛んでしまった、と非常に驚いた様子。独女が迎えた衝撃の結末とは、さらに、全米で話題だが日本ではまだまだ知名度の低い、最強ミステリー独女、のリサーチが披露される。とんでもない事態に、京本は、自分は何に巻き込まれてるんだろう。と困惑する。 ミステリーだらけの怪事件の真相とは、収録後に一人は、テレビでの放送ギリギリの内容なんじゃないかっていうのは、嘘じゃなかった、と振り返り、石井も何かしながら見られる番組じゃなくて、テレビ画面にいつもよりぐっと近づいてみてしまうような内容になってると思います、と真剣に語った。